トリックオアトリート。すっかりハロウィンな時期ですね。しかしトーラブは別にハロウィンとは関係はない。しかしなんかそれっぽいお菓子っぽい衣装のやつはいるな。まあ彼にとってはね、トリックオアトリートっていうか、トリックオア人妻っていうか、人妻は人妻というか。さてケイソーを新たに6振り分と。また5万枚か。ひえ。そして地下に眠る占領箱。昨日からかな、うん、獲得できる小判が増えましたと。あ、ただ本来の実施日よりちょっと遅れたらしいね。確かスマホ版だかなんだかがちょっと不具合で反映されず延期になりますっていうから、延期は来週かなと思ったら、お、翌日かっていうねちょっと心の準備がまだできてなかった。うん。で、相変わらずね、まあ博多くんを入れてどんどんお金を、うん、増していきましょう。で、増える感じだと、各界のボスマスの到着時、占領箱が出現した際、ボスを撃破すると5番が獲得できる。1回から49回初回ボス撃破時獲得できる5番が増量。いいね。極めの博多くんだと2倍。おや、何か始まってるみたいだね。そうだね。で、今回も10回で博多くん、20回で後藤くん、30回で信濃くん、40回で包丁くん包丁くんってすごい久々にいたっていうか初めて行ったかもしれないね。なんか包丁投資郎とか、あとはなんかネピアとか人妻のあいつとかさ、そういう言い方はしてきたけども、包丁くんって俺初めて行ったもしかしていや言ってたかな。うん。各界のボス撃破で刀剣男子入手のチャンスと。そして、50回から99回ボス撃破で入手のチャンス、森くん。進めば進むほど入手しやすさが上昇するけども、90回台はね、相変わらず敵が強いだろうからね、無理はできないな。回りやすいところで待っといた方がね、レベル上げって考えるんだったら。そして99回で、いないか、くそー。今ね、じっくり探して今回はもしやもしやと思ったけども、いないね。AWT のグループの人たちがね、手に入りますけども、何かが足りない。で、今回も極めグッズも手に入りますと、応援アイテムも売ってます。担当が終わったみたいだよ。迎えに行こうか。いやいや、迎えに行く前にちょっと呉服屋行こうぜ。ここじゃないね。無駄遣いしても、僕はお金貸さないからね。貸して？今回ばっかりは貸して、むしろお前の服を買うんだから、出せあれかい、君の財布もあれかい、焼け落ちちゃったのかい。模様替えかい。僕も意見出していいかな。模様替えではないよ、衣替えだよということで、食材切りミスターダノ、ケースを入手で、みんなのどうしようね。よし、あー、サラちゃんいいなこれ。かわいい、包丁くんかわいいな。ちょっと節約していかないとな。信濃くんも綺麗だな。後藤くんもかわいいな。やめし、そろそろ考えないといけないな、このペースだと。別にね、彼らがね嫌いなわけじゃないけども、ちょっとなんか派手なやつらからどんどん取っていったから、ようやくね心が落ち着いてきた、冷静になってきたありがとう君たちのね、軽装のおかげでね、ちょっと俺冷静になったよ。軽装高いって今気づいた。そんなバンバン買えないわ。今回の大阪城でね、無駄遣いしても僕はお金貸さないからね。どれくらい増えるかで、うん、また考えよう。今ね、だいぶ貯めたままの小判箱開けたけども、あれしか増えてないんだよ。せっかくの晴れ舞台だ、かっこよく行こう。いや、君は連れてかないんだけどね。うん。まあここはね、いつも通りなんで裏でやっておきます。大阪城出すで、地下に眠る占領箱の達成報酬、転送手形もありのと。小判、依頼札、小判、その他、小判、何か、小判、
今度はどうなるんでしょうね。で、大広間ゲットしてない人用にここで、うん、復刻チャレンジと。まあここら辺さ、全部小判にしなよ。ほんともう50回いったらあとどうでもいいやになる人増えちゃうぞ。俺とか。なんでこうなんの？なんでだよ。せっかくさ、いろいろね、秘宝の里とか回収入ったりさ、いい流れがどんどん増えてきてるのに、まあもともとね、いい流れのゲームではあるんだけども、何かが足りない。格好は常に整えておくべきだよ。いつ誰が見てるかわからないからね。このさ、和風なこういう着物を着ておいてさ、この何？革手袋かな。このね、怪しい感じ。もう、どこモチーフだろっていうぐらいにね、かっこいいね。もうちょいめくったらまだ何か出てくるかもしれない。うん。ああ、素敵。主よ、その服地味じゃねえか？俺が見立ててやろうか。いやー、そんな素敵な衣装で言われたら、もう何も言えねえや。確かにね、今俺着てる服、いや、今俺着てる服めっちゃ派手だぞ。ちょっとね、画像、ここには出せないけども、FGO フェスで買ったリオエのとんでもないシャツだから、いや、これ以上に派手な服、そうそうないぞ。ダメか、これでも君のお眼鏡にはかなわないか。サラちゃん、なかなか厳しいね。かわいい。キュンシするわ、これは。女の子以上に女の子の顔してやがる。ああ、これは、なんだろう。なんかね、俺の中に何かゲージがね、グイーンと上がった。へえ、いやらしい意味じゃないです。なんかとりあえず小脇に抱えて持ち帰りたいっていうだけです。毎日人妻からお菓子をもらうだけの生活がしたいな。ちょっと人妻のコスプレして近づけば、彼も騙されてくれるかな。さて、今回で14回目ですね。どっちにつくかな。わあ、楽しみだな。俺の速さを見せてやんよ。さて、前回やりそびれた桑名号と武前号で階層を見ていきましょう。この二人で、好きではないのだけれど、どこでも OK と。大阪城を言っとく。いや、普通に1の1で。で、2つあって両方回収可能みたい。始まり。この馬乗っても大丈夫かな。ブルルルルルヒン、乗ってヒヒン。大丈夫だって、いいから乗ってみな。大丈夫って孫悟空と野沢雅子以外言ってる人初めて見たぞ。お、乗った。本当だ、速くて柔らかくて愛らしい。暴れん坊てててんてんてん。言った通りだろ。気持ちは届くんだよ。将軍いないからね、ただの暴れん坊だよ。おお、一気に。ステージね。おお、アイドル話かい。ああ、歌って踊るんだと。クアラも一緒にやってみねえか。ちょっと待って、大地に聞いてみるから。あれかな、地面に聞き見立てるようにピタッてやってどうみたいな。一回あれかな、まずおいおい地面、おい大地どうって、そんでピトッて耳当てて、うんうん、なるほど、うんうん、わかったみたいな。うんうん、いいよ、やろ。OK 出ました。マネージャーの OK 出ました。よし、それじゃあ決まりな。ところで、膝枕、もういいか？そんな体勢で聞いてたの？うん、
もうちょっとだけ。それとも最初からこの階層実はそういう体勢でずっとやってたの？まあいいけど。なんだこの仲良しさんたち。さて一番特殊ボイス、トンボキリと一緒にやると馬当番畑当番手合わせでそれぞれあるらしい。なんかちょろっとだけ違うらしい。そういえばこの前クワナゴウとブゼンゴウでやった時に帰ってきたやつ、帰ってきたボイスがねクワナゴウいるのにブゼンゴウが、あークワナゴウがみたいなさセリフを言うんで、それねなんかねシュールで面白いんで気が向いたら見てみてください。さて、いってらっしゃい、トンボキリ様と。いってらっしゃい。三河では武士もよく畑仕事をしていたからな。はい、トンボキリ様。多分そのはい、トンボキリ様っていうのがちょろっと違うんだろうねってな感じで、クワナゴ、うん、なんかトンボ号って言いそうになっちゃったそんなことしたら彼がそんな恐れ多い名前つけないでくださいって、うん、逆に怒られちゃいそう。さてツイッターチラ見していこう。お、ジーンズのコラボメガネ、アイシャドウいいね。うん、アイシャドウ俺も使うからな。普段は使わないけどこするときにはね。うん、いいね。なんかそのキャラの一応ねシャドウとか使ったりするから、そのキャラに合わせた色味のシャドウとかを使うから、こういう刀剣男子のするときにね、三日月するときがあったら三日月のこれを使うとかね、そういう感じで使えるからいいね。で今回の大阪城のイベントがありつつの貝の小物入れ、へえ。なんか貝の入れ物だと傷薬とか軟膏とかが入ってるイメージクリップなどを収納することができます。おお、へその音が入れといてもいいんじゃないのか。そんな感じですね。よし、じゃあ皆さん千両箱稼ぎましょうね。お金いっぱい稼いで軽装をたくさん買いましょう。